シュパーブはイギリス海軍の土球戦艦。ベレロフォン級の二番艦。この名前の艦としては九代目。ドレッドノートに続く土球戦艦の第二陣だが、ドレッドノートは試作艦の色合いが強く、実質発の量産級。後に複砲に発展する水雷艇反撃用の 102mm 砲が搭載される。 ドレッドノートに比べ各部がかなり改善されており、艦隊将兵の評価は高かった。次のセントビンセント級戦艦も、土級戦艦を急速に整備するため、30.5センチメートル方の方針の長さが45口径から50口径に伸ばされた以外ほぼベレロフォン級の設計を踏襲している。第一次世界大戦前半の改装工事で、前後賞のトップ賞短縮。 主砲点外上の 102mm 砲の撤去と上、構えへの移設、全症上部への包囲板射撃装置の装備、魚雷防御網転調装置の撤去、前後小中弾への単焦燈装備等を実施される。さらに末期までに 102mm 及び 76mm 広角砲の装備、前後の主砲登場に飛行機滑走台の設置が行われる。ワシントン海軍軍縮条約により最初に破棄された、 ド級戦艦級である。1907年2月6日、気候、1907年11月7日、浸水、1909年5月29日収益。アームストロングホイットワースで建造され174万4287ポンドの経費がかかる、本国艦隊の第一戦艦船隊に編入される。1914年11月10日。 第4戦艦戦隊に編入。1916年5月31日、ユトランド沖海戦では、第4戦艦戦隊機関として、アレクサンドル・エルダフ帝督の正規を掲げ12インチ砲を54回、発射し、特に損害は受けなかった。1918年10月、当地中海艦隊に、派遣、11月5フカルソープ副帝督の機関となる。 1919年4月イギリスに開港26日シェアーネスで予備役となり1922年5月砲撃から航空攻撃の標的にされ12月ドーバーの船舶解体会社スタンリーに売却されたスパーブスウイフトシア急原子力潜水艦の3番艦この名の艦として11代目歴代詳細はこちらを参照 ENHMS スペルブ ありがとうございます。